これは子どもたちに水陸両用バスに乗るという珍しい体験をしてもらおうと、ハンダライオンズクラブが開催しました。ハンダライオンズクラブは今年度の青少年育成事業としてこのイベントを企画し、これまで入水のテストを行うなど、およそ1年かけて準備を進めてきました。関係者によると、テストを終えて実際にイベントの参加者を募集したところ、152人の定員に対して、市内外から1300人以上の応募が来たそうです。天候にも恵まれて、無事開催ができていることを本当に嬉しく思っております。152名の方が笑顔で帰れるように一生懸命頑張りたいなと思ってやっております。クルーズは4回に分けて行われました。出発地点となる半田赤レンガ建物では、半田のご当地ヒーロー獣神ハンダーフォックスが出発を見届けました。参加者が乗り込むと、バスは入水ポイントとなる鬼怒浦の港を目指して出発。バスの中では半田市にまつわるクイズで盛り上がったそうです。入水ポイントでは半田市観光マスコットキャラクターだし丸くんが出迎えました。だし丸くんが見守る中、バスはついに入水。そのスリルに子どもたちも大興奮です。海では新見南吉童話イメージキャラクターのゴン吉くんが出迎えました。その後バスは海を一周して半田赤レンガ建物へと戻りました。子どもたちは普段味わうことができない体験を心から楽しんでいました。すごく楽しくって、初めてだったんで、ちょっと緊張したんですけど、半田のことをいろいろ知れてよかったです。楽しかったです。どこが一番楽しかったですか？海を走れたから。水しぶきがとても飛んで、で楽しかったのでまた乗りたいなと思いました。今回初めて水陸両用バスに乗って、海に入る時の傾斜が結構斜めで、すごくスリルがあって、水も体にかかって面白かったです。